はい、ありがとう整体の平野です。逆さまつげね、逆さまつげ、まあ、本来ね、例えばこう上に向くものが上の方に向いてしまう、そして下のね、まつげが下に向かなきゃいけないのが今度は上を向いて、まあ、目をね傷つけてしまう、痛くなってしまうという現象ね、今非常に多いと思うんですけども、まあ、この逆にこう反ってしまう、これはね、例えば足の指に関しても、本来は、掴む方向に、こう行かなければいけない力がですね、逆に反る、これ浮き指という状態なんですけども、浮き指はね、まあ、なんて変な話、ほとんどの人がね今浮き指になっていると思うんですけども、本来、反らなければいけない方の逆反りになっているケースが非常に多いと、つまりじゃなくて、首のね、ストレートネックっていうのもね、本来は反ってなければいけないものが逆に反った状態が、まあ、ストレートネックというふうに、これは、まあ、現実に反るというか、使い方がそういうね、エネルギー的な逆反りになっているということで、さまざまなところね、が、逆反りになっているとしたらですね、この今回の軸を作ってそこに戻してあげて、そこで使う、ですから浮き指の場合はね、もう本当に遠いの場合だと、まあ、瞬時に変わってしまうというところを見るとですね、もしかしたらその、逆さまつげもね、この、まあ、この前には相談があったのでちょっとお断りしちゃったんですけども、もしかしたらこの反りをですね逆に使ってあげたら面白いなということで、今日ね、逆さまつげの方が来られたので、まあ、自分でやる方法をね、お教えしてみました。それがね変わったら本当に面白いなと思うし、そんな感じで、いろいろねこう、まあ、試しながらね、ただ危険がないようにね、ない部分で試しながら、それがね変わってきたら本当に面白いなという形で、まあ、何を言いたいかというと、今人間の体の中にね逆に反ってしまう使い方、いろんな反りがあると思うんですけども、まあ腰の反りもそうですけどもね、逆に反って使ってしまう、そういう現象が起きています。その逆反りは軸を外して使うからです。ここにねヒントがあると思います。ぜひね当院で、もう一度ね自分の軸を戻す、そして自分の軸を外す癖を知って、その逆にね使うことを覚えてもらう、まあ、これは本当にね、これから生きていく上で非常にね重要な部分だと私は思います。ありがとう整体、まあ、変わった整体ですけどもね、まあ、そんな意識でね施術をしております。東京と愛知でやっています。そして整体師養成学校もね、今度愛知県4回目スタートしますので、ぜひねご応募申しております。世界で唯一の整体となります。